あ、中世挨拶しないの？そうですね。おはようございます。2023年5月の3日ゴールデンウィークになりました。今日は妻七の友人といつもの山に入ってみます。とりあえずタラの前じゃ行ってみましょう。やばいですよ、顔出ますよ。間違いなく。あ、ほら棚の上に、ね、ほら出てるよ、ほら取らしちゃい。これを、あ、いやいや、ここだば痛くねえろ、痛くねえように取れそうじゃん。これどれくらいの取ればいいの？これじゃ小さいよね。うん、小さいけどでも食べられるよ。うん、いいの？だってほっといたって誰かに取られちゃうばっか。誰かに取られるっていうか、もう誰。あとそこもそこも。え、そこもか、ね、あった。あ、そうでもあるよ。うん。でもまずちっちゃいで。よくしょ。いや、なんだ、お前の行くのか。え、なんだよ、せっかく。チュールの横にもあるじゃん。え、これ？うん。これ？え、これなんか痛いよね、やっぱ。痛いよ。痛いじゃん、やっぱり。だから乾くしてこいって言ったんじゃん。その隣にもあるじゃん。でも、体のね、いや、痛い、もうやだ。これ、これ、これ。もういい、もう痛い。でも、薄い毛袋で取ってる人も結構いるよね。うん。もうほら、ちょっと取って、これ。え、もうトゲが刺さったじゃん、もう。え、もう刺さった。刺さったよ。いや。まあ、体の前に刺さってると。遅くなっちゃうから。あ、これは漆かな？漆だよね。一気に出た。今年は一気に出た。漆に出てる。わ、すごい出てるよ。わらびがね。うん、わらび一番上行くと臭いもの出てるよ。うそ、ほんと。え、ね、すごい。ここ全部タラの芽。ほら、あそこも、あのでっかいのみんなタラの芽。あ、そうだ、すげえ。いっぺだ。俺がほぼ取り尽くしたと思ってたんだけど、まだまだ。ほんと、だって、ちょっと来ていいよ、別に。何回か出るって言わなかったっけ、タラの芽って。あ、同じところからは出ないんだけど。あ、同じところから出ないんだ。うん、脇から出るね。あそこにもあるし。もう背の届かないやつは今度切ってくれるって言ったから。おお。切らないとそのまんま伸びて、ね、結局山管理するときに全部伐採するんで、今あのタラの芽 取るためにわざわざタラの芽とかあの竹を残してあるんですよ。ああ、なるほどね。自分で山菜トランバーって管理してる人が、そうそう。なるほどね。でこの前ってもう体の前でっかくなったからですから、じゃあ今度一人で。これ。これも全部タラの芽だよ。ああ。あの上の方にほらでっかくなってる、お化けになってんのは。本当だ。あそこにも。木を引っ張って、俺一人じゃ無理で。いや、これは痛いし。ほら、これ。あ、本当だ。まあ、俺あんまり食いたくないけど。いや、取って、お前取ってやればいいじゃんって、変わってない。これを。で、うわぁ。あんまりうまそうじゃねえよ、これ。うまそうじゃねえ。いや、俺は。なんか、タラの天ぷらを。すごい。でっかいよね。そう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 。このタラの芽が。あのスーパーで売ってるのに。うん、全然違う。開き加減で。開き加減のも美味しいんだよ。お前が嫌いなばっかで。でも確かに葉っぱになってればパリンとして。パリンとしてうまいって、お前パリパリしてるの好きなんだろ。パリパリしてるの好き。あそこにも。あれ取れない？なんか美味しそうなのがあるね。ああ、そうそう。
うまいかもしれない。パリンとして。何が美味しそうで何があれなのかよくわかんない。違うよ、葉っぱがあるっていうのはパリンとするよって言ったよ。ここだっていっぱい出てるよ。そう。ここみんなそうだと思ったら通り抜けに。もう私は触らないよ。もう誰も取らない。だから空手してこいって言ったじゃん。空手してる。空手してても当たるんだけどね。ほら、痛いんじゃん。あぶねえ。他ね、すごいよ。あのトゲが。うわ。めっちゃ体の目があるね。ここんちは大家族だからな。口がいっぱいあるからもうほとんど食べないあ、そうなんですか、もったいないもったいない、タラナメご飯にしようよね、タラナメご飯とかよく聞くよね、したことないんだけどおい、あれ、うまいよこういうのが一番、なんか、俺ですね個人的には好きなおー、ちっちゃいやつよいいよすげえ。その上なんかいっぱい出てるぞ。ほんとだ。ほんとだ。ジジイガの方が多いかもしれない。いや、この前、子供だったのが出てきてるから。やっぱ書でも一緒にあるよ。ここでじゃあちゃんと取ってからそっちの層上がってるよ。うん。そっちの沢は？そっちは？あ、結構出てるかもしれない。ここ上がって、ここら辺下に。じゃあ俺その急なところを見てこよう。うん。あれば大声で呼んで。大声で。はい、こっち。長さ的にはどれくらい？いやー、なんかすげえ。ああ、長さ。これぐらいあれば十分。これくらいのがいいと。あの、茹でたり揉んだりするのに都合のいい長さで取った方がいいことやのうちよりそうそうけいちゃんにいつも長え長えって言われるいや、うわーすごーいこれはまだ、うん
てる木だった。おえ、なんか。お気をつけて。ダメだ、いかんねえよか。じゃあ私が行こう。これ以上私滑っていけません。はい。いいのがこれあんのに。じゃあ私が行くよ。そう？うん。やっぱりなんかスパイスは欲しかったね。だから買ってくればいいのに。踏んでる。あいた。どうなの？え？上。ここだ。あ、ここにもいっぱいある、いっぱいあるけど、いけるかな。よくじゃん。よし、火がないもんな。残念なんだよ。ここにもあった。ここで来るとまたウグイスの形かよね。ウグイス地区のどかだよね、うん、さあ行ってくれ。ここはこっから乗った方が上がりやすいよ。ここ十日町の方がちょっとすごいのどかな、こう深い山があると思うんです。深い山ありそうですよね。池谷とか、池谷とか、池谷とか、池谷、大池ってところもある、ね、大池、確かに、うん、大池も今人が行かないもんな。迷子になりそうだ。その木を、そのひ何、左側の木、左側の木のところに足かけていけばいい。ます足かけろって言って、うん、そう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 。でしかもさ、わざわざ枯れたような木をこう掴むんだよね。いやあるよ。あ、ここで捕まってなんて言って捕まったらズルズルとかでね、おい。滑り出したらゼンマイだって掴んじゃうな、うん。じゃあ俺一番下から。うん。あれブート？うん。あのブートをさ、うん、あの星水江さんも同じジャケットを着てて、あれジャケットなんだと思った。そうなのか。うん、あの人もあれ着てやってるんだよ。ああ、の人のがいっぱい入るってん気がするんだけど。え、じゃあもっとこう深くすればいいの。ああ、でも身長的に大して変わらんと思うんだよな、あの人と。旦那に言っといて自分も変な上がり方したりして。はい、これが耐えたから。あ、そうだ、1時間にしちゃ結構取れた方だろう。そうやね、僕はこれはもう1時間ぐらいできてるから。うん、よいしょ。いや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 、あららら、絡まる。あら、見よう。面白いほど。面白いほどある？あるよ。ない。遠くなくてもいいのかな。すげえ群生だこれ。強力だよ。いや、すごい。やっこ。今結構開いちゃってるな。日当たりいいからね。下の方がいいやつがある。いや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 、なんかすげえ。ここにいいのが。
そこまでして止まらんたっていいって、いくらでもあるから。ケイちゃん見てごらん、あんなにいいんだよ。ちょっと撮りたい。落ちるなよ。だからね、ちょっと怪しいかも。わらびは助けにならんからな。確かに。そこまでして撮りたい、わらびがあるかね。やっぱり下の方がいいな。上結構開いて。ほら。とりあえずいいやつだけど、うん。ほら。すごい。うん。お恥ずかしながら。お恥ずかしいわね。はい。いらない。いらない。ええー。ちょっと登るわ。あ、ほら、ほら見てごらん、ほら。うん、ここ本当に一番いいのが出る。ちょっと遅かったけど。いや、あ、硬いんだけど。硬くても大丈夫でしょ。大丈夫。うん。もう時期が遅くなるとみんな硬くなる。あ、そうなのか。いや、嬉しい。いや、すごい。ここからありがとう。上がもうこんな風に開いたのばっかになって。おう。あ、あるじゃん、足元に。うん、5分、10分で結構。いや、すげえ。入らない。